パチガブチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、天野マナです。ガイドワークス1かわいい天野マナが今回パチガブでソロで初めての企画が始まるということなんですけれども、内容全然聞かされてなくて趣旨があんまり分かってないんですけど、とりあえず1点だけご褒美があるよと、この企画にはご褒美があるよということなので、そのご褒美は自分の好きなお洋服衣装を買ってきてもいいよということで今回用意してきました。こちらになってます。じゃん、私の大好きなブランドスナイデルのお洋服なんですけれども、ちょっと出てるじゃないですかこちらです、じゃじゃーん。はい、ありがとうございます。まあかわいい、もう私何着ても似合っちゃうんですけど、このね、グリーンのね、マグリーンのパーカー、こちらでございます。こちらをご褒美として用意させていただきました。はい、ということで今回勝った場合にはですね、はい、そちらの代金を番組側が出します。本当に、はい、払ってくれるんですか。はい、領収書持ってきてくださいね。持ってきました、持ってきました、ね、持ってきました、これぐらいでみたいなことを言っていただいたので本当の領収書だからがっつり、ね、1万206円プレゼントいたしますので。やった、お金なかったから嬉しいここ2ヶ月ぐらい1回しか買ってないですびっびっくりするぐらいの金額負けてます。もう言えないぐらいの金額負けてます。じゃあ今日ここで買っていただいて、さらに、はい、払ってくれる、ね、払っていただきますので、ね、しょしょありがとうございますただし、はい、負けた場合、はい、勝った場合に、ね、ご褒美があるっていうことは、負けた場合にも何かがあると。いや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 、いいそういうの本当に、そういうの本当に大丈夫です。もうこれウェブだし、はい、1人なんでね、いや罰ゲームにも実感が避けるのではい、ご用意した罰ゲームを受けていただくのもそこまで決まってますので、はい、マジか、はい、何ですか罰ゲーム。罰ゲーム、その罰ゲームは、はい、私が、はい、選んだちょっと性癖がちょっとねバレるような衣装を着てもらいます。マジで嫌、本当に嫌。さらには、はい、さらに次回の、はあ、収録をその衣装でやってもらう。いや、もうちょ、本当に、え、でもやばい、なんかあれじゃないですか、すごい露出してってる、それでホールいたら私捕まるくないですか、大丈夫ですか。捕まるくかもしれない捕まるくってなんだろう今分かんなかったやばい。 え、負けたらですよね。負けたら、勝てばね。勝てばいいわけですよね。はい、ちなみにその勝ちはもちろんサダマでプラス、はい、ですからね。ちょっとでもプラスやったら勝ちってことですよね。そういうことですね。ってことですよね、はい、衣装代とか関係なく、はい、おっしゃ頑張ろうマジか、罰ゲームは聞いてなかった。そうか、まあ、でもあのガイドワークス一かわいい天野マナとしては、まあ、どんな衣装に変わっても全然平気かなって思ってるので、あの勝っても負けても一生懸命私の可愛さをこのコンテンツでお届けできればいいかなって思ってます。あ、はい、わかりましたえ、もしですよ負けた場合、さっきの領収書払ってくれるって言ってたじゃないですか、はい、勝てば、はい、負けたらどうなるんですか。あれば、あ、そのままお帰りいただければと。領収書署名で、薄いやん、自分の名前ですればよかったやん。じゃあ、経費ではなく終わった、ご自分で。いや勝てば大丈夫です。そうですよ ね、一人でやれる新企画なので、あの初回こそ力入れて、はい、あの衣装ゲットできるように頑張りたいと思います。1回目なので実践機種は結構前日に悩みに悩んでまして、でもやっぱり魔法少女マドカマギカにしようかなっていうところに行き着いたわけですよ。もう本当こればっかり打っちゃう、なんでだろうねあの打ちすぎてですよ。あのパチログっていうのあるじゃないですか、はいはい、あれのレベルが419なんですよ今、うん、相当打ってるっていう証拠だと私は思ってるんですけど、いや、なんで売っちゃうかっていう理由が1個だけあって、うん、はい、まあ、このコンテンツが好きなんですけど、それ以上にまだ見てない演出があるんですよ、うん、そう、煽りはあっても発展してないっていう演出がいくつか多分あって、だからそれを出すまで終われない、うん、
ちなみに僕天野さんのことをですね、はい、全く調べてこなかったんですけど、いや大丈夫です。でも大阪出身ってことぐらいは知ってるんですよ、はい、そうですね、大阪出身です。大阪どのあたり？茨城市です。あ、知ってますか？もちろん。私はあの大学京都だったんで。おっていうか阪急電鉄乗ってたから。阪急、それか茨城も京都にだいぶ近いんで。近いですね。私も中学高校の最初の頃とかは、はい、なんか梅田に遊びに行くんじゃなくて、難波とかじゃなくて、はい、河原町に遊びに行くのがおしゃれみたいな流行ったんです、一時期。じゃあちょっと京都が混ざってるってわけですかね。大阪でいうと田舎の方で京都に近いので、どっちかといえば京都出身って聞かれることが多々あるんですけど、これを多分言うと京都の人に怒られるんで、いやちょっと大阪と一緒にしないでみたいな。あるあるですよ。このです、このね、まどかの願い予告がね、もうね、入った、成功したことない、腹立つわ。キャラ保留が、小村ちゃんですね、次の保留。あのキャラ保留の信頼度の弱さったら、もう、あ、でも全画面ビジョン赤だったので、気持ちチャンスですね。あとは、着替えてくれれば。左向いて、左向いて、左、左、なんで向かない。あ、でも文字赤なので擬似さんしますね。いいよいいよ。さあ着替えよう、小村ちゃん着替えよう。あ、時間そこ行っちゃった。続けば続くほどチャンスなんですよね。だけどここでテンパしちゃうから、いつもいつものやつ。ほらー、さあ頑張って。窓かも助けに来ない。外したか。あ、ボタン普通だった。激アツだとか言ってればね、キャラ保留がね、もうちょっと、もうちょっとテンション上がったんやけど。あ、そういえばここまで投資したらまずいところとかあるんですか？1000円でも入れたくない。お金ないねんもん。人生でベスト5に入るぐらい、はい、玉貸しボタン押すの嫌。今が、はい、もう結構押してますけどね。押すたびに負けたな、負けたなって思いながら押してる。もう 10回から11回ぐらい押してる、はい、ギブアップありですからね。え、でも、いやいや。罰ゲームを受けるってだけで、いやいや。もうお一人なんで、もう確かに、もう白旗上げても自分との戦いですもんね、そうです、ある意味。そうです、僕いるだけですから。何もこうジャッジするのはご自身で。こう絶対嫌、ほんま。ダメねって。ナス、もうキューベの働かなさ、本当に。な、時給もらってへんの君は。働いて、もうちょっと。このコンテンツが好きだったら、はい、パチスロとかは打ってなかったんですか？パチスロも両方打ちました、初代も2も打ちました。でも初代はあのスイカが見えなさすぎて。あ、白七の下だから。そう、白七が皆無で、うん、なんか揃えられないことをなんかみんなに言われるんじゃないかって怖くて、あんまり打ててなくて。そっちを意識しちゃって。そうそう、ビビりすぎて。でも2も、はい、朝から打ってると午後になったぐらいの時に右リールの紫七が見えなくなるっていう、はい。疲れてきちゃって。そうそうそう。あら、まどかまで行った。あら、クラスのみんなには内緒だよって。あれ言う、まどか可愛いよね、頼もしいよね。あ、京子ちゃんか、まどかだってほしかったな。あ、奇跡のストーリーいかないかな。タイトル普通でしたね。ポール赤、ポール赤、赤じゃない、お願いお願い。
あ、違ったわ。いや、ワンチャン、ワンチャンストーリー行くかも。いらっしゃい。いや、なくはない、なくはないですよ。めっちゃドアップで来るやんっていつも思っちゃうねな、これ。 3D 画面とかってすごいんやろね。いい子なんだよ。かけれます。よし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 、ある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 よ。私はストーリーリーチ外したことないからね、本当に。ワルプルギスは何度も外してるけど。あ、保留変わらない。お、チャンスアップ。テロップ赤いいよ。一番最後のギリギリで保留変化来てほしい。金であって欲しかったな。いやでも当たる当たる当たるよ。大丈夫大丈夫。幸せな夢見させて。パッチガブー。よし、ほらほらほら。なんでパッチガブーって別にそこは私ストーリーはね、さやかでも当たるし、まみさんでも京子でも誰でも当たるんですよ。結構みんな外すって言うんですけど、私はなんかストーリーリーチの相性はすごく良くて、よかった、うん、1回外し始めるとね、もう二度とストーリーリーチ信じれなくなっちゃうから。よかった、投資ぴったり1万円ですね。よかった、玉残ってる。そんなの私が許さないよ。何回転ですか？180です。180回転。はい。このホムラちゃんが負ける時の切なさったらないよね、ほんといつも。絶望やわ。これ何パーでしたっけ？50%、60%って言ってますけど、はい、50% かなって思ってます。こんな私のこと思ってくれる友達とかいるんかな？あ、ボタン普通。あー、さよなら。あ、ここ当てないか。でもまだわからない、まだわからないよ。絶望する必要なんてないって言ってくれるかもしれへんから。 絶望する必要なんてないくなかったのか。絶望しろってことですか。長かったのに悔しい。でもそっか、負けたら罰ゲームもあるし、衣装代も出えへんし、めっちゃ踏んだり蹴ったりじゃないですか。もうどんな手を使っても勝った方がいい。ほんまやね。なんかホールのみんなは私にドル箱。そう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 、ちょっと貸してくれますか、ね、あちらのお客様からですみたいな。あとはあれですね、このタイトルで番組でこういう目標を立てたいと か、はい、だからもっといいご褒美欲しいかもしれない。欲しいな。任天堂スイッチ欲しいもん。具体的。ダイソーの掃除機が欲しい。あとはビール飲みたいです。パチンコ全然関係ない。勝ったら、勝ったお金でビール飲みに行く。あー、なるほど。とかで、そこで他のライターさんについてどう思ってるか喋るみたいなね。いないところで語るっていう。そうそうそう、業界の人がなんか見ててハラハラしそうな。何言うんだろうみたいな。ちなみに一番仲いいの誰なんですか？仲いい、この業界。あ、あれ、あ、仲がいい。
仲がいい。あ、銀田舞ちゃん、銀田舞ちゃん、銀田さん、なんか思い出したかのように唯一、はい、唯一ではないですけどご飯食べに行ったことあります。何度かいないですって言ったらどうぞ。いやでもほとんど本当にいない。ひととせなつみちゃんっていう子もご飯食べに行ったことある。あとはね、あとはいや一番思うことがあって、はい、みんな私のこと嫌いなんじゃないかっていうビビりなんです。考え的なんじゃないか。いやいやいや、とっつきにくい性格してるしなみたいな。事務所に入ってるから誘いづらいもあるんやろなとかも考えますし。あ、そっか、専属ライターとかじゃないから、はい、なんかそういうの打ち破っていきたいんですけど。ねえ、ねえ、旅に出たい、旅に出たい、旅に出たい。あ、旅、旅ロケしたい。沖縄とかね、行きたいな。沖縄行きたい。沖縄行ったら漏れなく天野の水着見れるじゃないですか。着るか知らないけどね。まあ、ついていくの僕になっちゃいますけど。いや、いいじゃないですか、一緒に。奥さんがついていくっていう。プライベートかなってなっちゃう。そうそうそう、だからそこもなんか撮られても嫌だし。なんかそうですよね、カメラ回してなかったら、おいおい、天野どうしたどうしたどうした。向こうでね、なんかちょっとファンの人とね、会ったりとかね。あ、いい。沖縄にファンがいるのかな。いや、おらんやろ。沖縄にはおらんやろ。おんのかな。今おったら失礼ですよね。おるかな、ね、見てる。沖縄の人。まどか、まどか、まどか、まどか。あ、まどちゃん続きますね。いいよ、図柄でかいよ。まだ弱い、まだ全然弱い。なでぎじさんしてからの変身しないで、しないで、しないでするか。ふう、ダメだ、お家帰りたいゾーンに。いやー、初戦から結構厳しいですね。ねえ、まあ、まだ文房以内だっていうのはあるけど、とはいえですよ。とはいえですね、一人の実戦だから余計に。いや、確かに。もう一人誰かが当たってればとかないですもんね。一方誰々はみたいなね、うん、ないですか。ちょっと眠たくなってきてません？あ、僕いつも眠たいです。あ、ずるいやつや。一回当たったんですが、そのままラッシュに入ることはなく、飲まれて追加投資して今っていう感じでですね、あまり展開が良くないので、ちょっと休憩行ってから後半戦ね、ババッと3万発くらい出してババッとご褒美をもらえるようにしたいなと思います。回りました。ということでですよ、ご褒美がだいぶ遠のいてまいりまして、いやでもまだ投資2万いってないので、マドカマギカで言えばまあ5、6連7、8連とか全然してくれれば取り戻せるかなと思ってます。はい、はい、じゃあサクッと当てて頑張ります。はい、ちょっと、はい、すみません、速攻仕事の電話がかかってきたのでかけてもいいですか。あ、どうぞどうぞ。すみません、ちょっと一緒になれます。はい、やばいな、取り戻せない領域に差し掛かりつつあるぞ。もう急にポーンって金捕虜とかゼブラ捕虜とか来ないもんかね。おー、キューベイ出た。カメラ背景、お捕虜やで。でも大丈夫。いや、さやかはちゃうやろ。いらっしゃる、いらっしゃる。
まあ、救命ボタン出ててホームラン背景出ててこれでストーリーリーチね浮かせるようなことはないでしょ。魂をかけられます。イエース。いいいいよしよしよし、いい子だよ。はい、こんにちは、キューベ。こんにちは。あ、チャンス。からの金テロップにはならないか。もう一回刺さないから、保留変化。外したことないから、本当にやめて。今後ストーリーリーチを安心して見れなくなるから。ダメよ。ダメよ。とどめだー。よっしゃ。よしよしよし、よかった。あー、怖かった。よかったー。もうストーリーリーチの相性だけは抜群。本当に。かわいいミキサヤカン。かわいいよ。いい子だね、君は。いや、これマジでワルプルギスの夜勝てなかったらマジでへこむ。なんでちょっと待ってください。いない間に当たっちゃった。当たりました。あ、よかった。はい、あのストーリーリーチミキサヤカで当たりました。おめでとうございます。ありがとうございます。そういうことあるんですよね。そう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 、私もなんかあかんであかんでって思いながら当たっちゃったあとは入れば。そこですよ。入ればさっきも当たってます。その不安でしかない。テンパイシェテンパイシェシェ。いや、入る気がする。当たる気がする根拠のない自信ほど怖いものないですよ。なんかいつも思いますけど、ボタンを押す瞬間に分かりますよね。なんか、ああ当たる、ああ外すみたいな。ああ、ありますね。あれ、なんなんやろな、人間の第6巻なんかな。絶望する必要なんてない。あ、うわ、マジでホムラのやる気のなさ、なめてるわ。窓か、はい、あもう嫌や、もう打ちたくないまず最近魔法少女窓かマギカ打つたびに初当たり2回は入らないんですよね。あ、じゃあ次は。そうそう、でも初当たりなんか3回4回って引くことが多いんですけど、それは入るんですよ。いや、でも嬉しくない、毎回一緒とか別に求めてない。 50% だって言ってて2回外してるって。そう、前半にちょっと言ったあ、もう返事も、はいうんうん、これあれやります、なんかあのタグ付けコーナー、質問コーナーやりたいね。でもちゃんと解説とかしなくていいなら、はい、あれですね、みんながこれ打ってほしいな、これ打ってるマナちゃん見たいなっていう台打ちたいですね。ああ、いいですね、うん、初打ちでも全然構わないですよ。そう、普段打たない台打ちたい。だから YouTube にコメント書いたやつとかも拾ってったりしてたんで。ー YouTube ってコメント書けるんですか。下の方に。ああ、見たことある、ね、なんかスロットを対して打てないくせに打ってんじゃねえよみたいなコメント書かれたことあるはいはいはい悪い方しか見ない、ね、来なかった場合はこっちで質問作ります。いや、一番悲しいやつやんあのしかも偽のペンネームとか作って。ああ、泣けるやつや東京都世田谷区からのそれはあれでしょ、知らない私はすごい喜んで読むんでしょ。そうそう、後であ、ちゃんと来たいや、ありがとう配信された時にこれはスタッフです、うん、泣けるやつや。昔ラジオのレギュラー番組してた時に、はい、そうやってずっとスタッフさんのことを疑ってましたでもちゃんと本当に来てたらしくていや、あるあるですよ。いや、本当に本当あるある。でもなんか何通かは来てますみたいな、1通ではないことは確かですとかって言ってくれてああ、じゃあよかった優しい。そう、さあ3時です。予定では2万発ぐらい出してるはずの時間
そうですね、はい、やばいやばい、ただただパチロゴをために来たってなってる、やばいやばい。あ、これやっぱり最後アマデジかなんかに行くかもいいんじゃないですか。いやほんまにアマデジ打たへん人なんですよね、あ、天野先生は。でもよくない、だから負けてんちゃうかなって最近気づいたよね、立ち回らないから、分母がね大きい台しか打ってないから。アマデジで打つのは大奥だけです大奥めっちゃ好きなんですよ。大奥どんな台でしたっけ。あの乳銀さん の, のあら女の子のドロドロしたやつです。あれないかなもうめったに置いてはらないですよね。あ、そうですか。なんか通常時が女のドロドロした戦いするんですけど、はい、右打ちの大当たり中は殿方との恋路なんすよ。それのギャップがすごい楽しくて。全画面ビジョン出て夕方に移行ですか。あ、左向いた、左向いたから議事さんするよ。そういうのを覚えるとやっぱ楽しいんですよね、パチンコの演出ってね。食べる食べる、お菓子の食べちゃ。さあ熱くなってくれ。いやさやかじゃないな。おー、キューブ出た、いいよ流れ。これね、これね、この背景ね、まあ、あれが出たのでバトルには行けますけど、ストーリーに行ってほしい私は。あ、キッ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 、赤かー、外しそうと見せかけて当たるやつあ、赤が熱くないっていつからなんですかね。いや本当にダメ、絶対なんか違う宣伝になってるへいへい、順調に負けてるぜ、イエーえ、もう3枚目入ってますこれ。はい、あ、気づいたら。なぜ私の魔法少女マドカマギカは当たらないのよ。当たってもラッシュ入んないのよ。1日の最大の負け額っていくらですか。75,000円。あー、抑えてますね。はい、そうですよね、みんなもちょっと負けてますよね。もうちょっといってます。まあでも時間が限られた中での75,000円でした。あ、実践ですか。はいプライベートではそんな、だってもうお家賃払えなくなっちゃう。あ、じゃあプライベートはもっと結構慎重派なんですね。はい、よっぽど打ちたい台じゃない限りは2万円以上使えません。あ、じゃあ大丈夫、負けちゃう順調に3枚目が。あ、なんでそんな目で。なんか確認しました。してません、見てません、知りません。夜行かねえ。なんでしょうね、もう引きが死んでますね。いや、なんてこと。なんだろう、今日何もなかったんじゃないかっていうぐらい。いや本当に、とりあえず今なんかちょっと、ね、上の人と話しててあと1時間ぐらい打っていますみたいな。そうしましょう、当たるまで、もう人当たりするまで。視聴者の人も多分不満ですよ、何だったんだこれって。本当ですよね、初回なのに。ねえ、タイトルも決まってないし当たりも見せないもうなんか行き当たりばったり感がひどい。そうそうそう、まあ実際僕先週の月曜日にやってくれませんか、はい、って言われてあ、分かりましたって。もうそこから1週間しか経ってないですか。確かにそう思うとそうっすね。でもそれでもできちゃうのがすごいですよね。できますよ、うまくこうねまとめておきますとかっていう、こういう会話僕使いますからねいつの間にか分母超えましたね。はい、困ったなって。
これ見てくれてる皆さん的には、はい、よっしゃ負けた天野イエーイなんですかね。何なんでしょうね。どっちなんですかね。これどういうことなんだろう。これみんな楽しんでます。見てる人楽しいのかな。いや、ね、どっちなんやろ。え、普段コスプレとかするんですか。なんか企画で前はたくさんさせていただいてたんですけど、最近なんかその漫画パチンカーとかでよくコスプレ企画あってやってたのに、はいはいはい、最近呼ばれなくなったんですよ、はいはいはい、で、なんでなんすかねって話したら、はい、いやなんか天野さんコスプレ NG になったって聞きましたけどって言われて、あれ、え、知らない知らないって言って、今って感じです。あれ、誰かの差し金がね。じゃあここで思いっきりコスプレしてもらって。したいなんて言ってねえよって。いやだからなんか久々っちゃ久々です。あ、本当ですか。もう負ける覚悟でお話をいただいてるような。違います、違いますよ。あとね25分ぐらい、もう当たるから、もう当たるからって言ってる収録で当たったことない。なんだろう、当たらえはえで動画として嫌やけど、めっちゃ買って結局マナちゃんご褒美もらって一人で喜んでるみたいな、それはそれで違うのかな。ね、それもなんか何のね、面白みもない。でも私のファンの皆さんみんな優しいからな。なんかマナちゃんが負けて悔しがるより勝って喜んでる方がいいとか言ってくれちゃうからな。あー、それ優しいな。今ので好感度上がったかな。ちょっと米来ないかな。全部拾ってやろうかな。ボロッカス書いてるやつね。ちゃんと打ってポケみたいな。ね、あ、3つ目の保留ですね。当たっちゃうかも。お、お菓子の魔女だ。先読みしてる。あるかもワンちゃん。奇跡の。ちょっと大きく言っただけでしょ。ちょっと大きい声出してみました。あったらすごいですね。いや、これ当たったらちょっとおしゃれすぎる。お。オルプルギス煽ってる、やばい、うん、オルプルギスの夜ですね、失礼しました。うわー、待って、外しそう。嘘でしょ、嘘でしょ。もうオルプルギスの夜最近もう外してしかいないから、やばいやばい、怖い怖い。7点金保留で外しまくってるんで、ちょっともう怖い怖い。うーわハンドル手離そうかな、どうしよう、手離すの嫌いやけど外そう。風出てないな。あー、7点だ。ゼブラ保留、ゼブラ保留来い。外しそう、怖い、やめて。赤なの、赤なんだ、なんで赤なの。いや、もう一回来る、もう一回来る、もう一回来ないかな。うわー、来なかった。うわー、怖っ。でも当たるよね。いや、外すわ。いや、天才やろ、逆にここで、ここでこれ外せる私、逆にすごくないですか、うん、美しい。あ、死ぬかと思った。泣いちゃうかと思った、本当に。あー、絶望する必要なんてない。やったー、しかも7点だよ。はー、あー、怖かった本当に。みんなで絶望したね、ほんと見てる人みんな一回絶望したよね。店員さんも後ろでうなずいて、うなずいていきました。いや、マジ天才やろ。いや、すごい投資が4万円ぴったりですよ。でも、これ使い切ったら終わろうねって言ってたさなかに、最後、7点のワルプルギスの夜を外してからの復活大当たり。そうなんです、5時でね、ちょうど終わろうって言ってて、そう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 、まあ今ね
こんな感じ。あ、5時2分です。うわバトルにしとこうかな。スルーなんてやめてください。いや、本当ですよね。泣いちゃうわ、それは。いやいい絵じゃない、本当に。こっからだよ、問題は。いける、天野の右手ならいける。いやってやってくれたけど、うちだと映ってないっていう。だから追いつかなかった。頑張れ頑張れ、いいよ。おいった、テンパるテンパる。誰かな、マードか、マード。うっそ。いやさやかでも勝てるときは勝てるから大丈夫、諦めないで。あ、マヤミ。諦めないで、お願いします。実践終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、なんと最後の最後にですよ、当たりましてね。しかもワルプルギスの夜で当たるイコール、はい、通常時で当たればそのままラッシュに突入できるといういい当たり方をしたわけですよ、はい、しかも復活の当たり方超綺麗だったと思いますよね。ねえ、ということで結果を発表したいと思うんですよ、実践のね。はい、今日の投資がですね、総投資4万円結構いっちゃいました。いったんですけど、入ってますから、ね、そう、当たったのでラッシュで、はい、で出玉が、はい、934個。あれっつって声でかかったね、もうね。静かにしないと怒られちゃうね。はい、ということで、ラッシュスルーしました。はい、ラストバトルまで行きました。さあ、長押しボタン、長押しで会ってください。せめて右打ちかい。もうさやかな気がする、マミさんがさやかな気がする。ほら、お母さん。でお母さん、東京が辛いところだよ、本当にもう。勘弁してくれ。これ、キョコちゃんやったっけ、助けに来るの。もう、嘘やろ。やばいやばい、ほんまに。嘘や。嘘って言って。嘘って言って、お願い。嘘って。怖い怖い怖い、ほんまにホラーや、ジャパニーズホラーや。なんで当たったん。ほんまに、なんで、誰の、何、何の差し金、ね、ということで、はい、負けてしまったので。そうですね、初回なのになかなかに負けたっていう、ね、なかなかにね、はい、見せ場もなかなかなく。何やったんですね、本当にもう、はい。ということで、はい、まず一つは今日買ってきてもらった衣装は、その存在忘れてた。そうですよね、ご自分でお金返ってこないですよね、はい、一番。うわ、マジかよ。さらにさらに、はい、さらにこの後、はい、お着替えをしてもらいます。もう嫌や、マジで。ということで、はい、その趣味ですか。はい。若干言わされてる感もありますけど。あ、はい、コスプレといえば何でしょう。え、何これ、出た、ド定番。はい、制服ですよね。はい、今年27です。大丈夫、みんな多分見たいってコメントが今流れてますから。でも、もっとババアの人たち来てますもんね、コスプレでね。あ、じゃあ例えばそれは、いや、誰とは言わないですけど、来てるよなみたいな、ちょっとかすかにちょっと記憶の方にあったので。じゃあご想像にお任せして、はい、天野さんは大丈夫だと思うね。そうですよね。この後、今日だいぶ疲れたせいで2歳ぐらい老けましたけど、大丈夫ですかね。暑い、暑いな。あ、激アツだね。なんなんですかこれ。これ誰のためにやってんのこれ。本当に視聴者の方のため、ためだと思います。そうやろ。つら。つらいですか。はい。負けるとこうやってつらいんですよ。勝たなきゃダメってことですね、次回。そうです。次回は頑張ります。はい、じゃあ次回この格好で頑張ってください。あ、え、うわ。うわ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 、そう、え、そういう、え、
わ、ま、え、パンチでこれで打つんですか。はい、いや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 でも負けた自分が悪いですもんね。そうです、勝てばいいんです。なんちゅう企画やマジで、やるとか言わんかったよかったもん、はい、じゃあ最後締めてということで、次回はこの衣装で頑張りたいと思います。また次回もみんな見てね、バイバイあーもうやだ、本当にやだ。ちょっと止まってもらえるといいですか。はい、次。はい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 何を会話してるの何のハイハイだったんですか。あ、いいですね。